皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ポケットモンスター3実況プレイパート23やっていきたいと思います。現在いるのはディゲタトンネル、ここを越えてコニコシティに向かいます。さて、移動速度が速い、移動速度が速くて小回りの効くこのねポケモンで進んでいきます。ちょっと待って、やっぱおでかばし強いね。乱れ好き。威力高っ。お、いいね。カリキリもだんだん強くなってきた。さあ、じゃあ、あともう洞窟抜けちゃいましょう。ヨハウ。9番道路。交番だ。ブルー。え？急ぎでなければ電話してくれ。悪いが休憩中なんでな。そうかい、わかったよ。おい、あ、近くに町がある。あれがコニコシティか。オッケーオッケー。ん？事件がなくて対決ってね、ちょいと勝負してくれないか？別にいいじゃねえか。事件がないなら別にいいじゃねえか。あんたらが暇なのは平和の証拠だよ。どうせガーディーとかでしょ。当たった。おまわりさんといえばガーディーですね。威嚇。乱れ好き。あー、どこだろう。ちょっと残りそう。あー、倒しきれないね、これ。残った。え？バカだな。これは事件ですぞ。うるせえよ。自殺だよ。ただの自殺事件だよ。カプテテホを祀る遺跡の近くで安心して眠る。メモリアルヒーローはそのために作られた。お、ポケモンの進化の石も売ってるんだ。このみ、あ、お、お、お。あ、釣りができる。ポケモンと、ポケモンともトレーナーともフェアな勝負を繰り返す。釣り人とは何者か。釣り人だ。それは間違いない。釣り人だ。マキオ。なんでしょう。チョンチー。水電気タイプ、チョンチー。ちょっと相性悪いかな。そういうことであれば、カリキリ。よし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 。リーフブレード。くらえ。おー、威力だけ。技は強いんだよな。よし。お、ネットボール。さあ。さてと、では新しい町、コニコシティ。お、なんかすごい和風
あー、なんか楽しそう。技マシン屋さんもある。お、大ノーズ。おお、ここ床屋だ。髪型変えてみようかな。なんか増えてる？前払いだもんな。選んでからにしてよ。知らねえよ。あ、全然ねえ。じゃあソフトリーゼントにしてみよう。色どうしようかな。んじゃあライトベージュで。さあどうなるか。お、悪くない。次はどこ見ていこうかな。目的のとこやっぱね、一番最後に行かなきゃ。ここは？お香。あー、なるほど、なるほど、なるほど。お香屋さんね。今特別欲しいものはないかな。じゃ次はブティック。着替えよう、着替えよう。スポーツ風タンクトップ。ナーバータンクトップ。メリー T シャツ。ネクタイ T シャツ。デニム T シャツ。はけえなぁ。まあいいや。統一感出してみる？スニーカー。これいいな。バッグも変えれる？赤いバッグとかいいな。帽子。一式伝説。いいね。次に向かいっかが技マシン屋さん。売り物売ろう。売り物とかいらないもの。あ、これなんか買いました。大きな真珠、3つもあった。金の玉2個。さっきの買い物の場合優に取り返せますね。いいね。よしよしよし。でも結構いろんなアイテム持ってたんだなこれ。さあ問題は売っているアイテムです。お、ビルドアップベノムショック。あ、いいな、いい場所。すげえ。この辺買おう。高いけど。この辺欲しい。こういうののためにね、完全に糸目はつけません。やったー。
これでまたうちのポケモンが強力になるぞ。ゲノム色覚えられない、残念。ローキック覚えられない、残念。シャドウクロー覚える、いいねー。噛みつくの代わりに覚えさせてもいいかな。よし、シャドウクロー。あ、はいはいはい。サスベにも。どうしようかな。氷タイプ対策、瓦割りがあるからいいか。じゃあ、こっちにします。シャドウクロー、あ、ドラゴンテール覚えられないんだ。事前の力、出てくる技が変化する。うん、まあ、いっか。オッケー。で、ここがレストラン。食べる。日替わりセット定食1040円。お、じゃあスペシャルで。オッケー、もうだ、スペシャル一丁。お飯だ飯だ、いいな。え、美味しくないのかよ、最悪だな。ハートの向こう2個、うわなんだろう喜んでいいのか悪いのか。まあいいか。お前漢方や。漢方。苦いのはな、夏季度に関わるからな。待てよ、ポケモンセット回復する前にちょっといろいろ探索しよう。あ、光ってる。あれは拾っとかなきゃ。オッケーオッケー。お、進化の奇跡。あー、耐久力上げるやつだ。でもね、進化前のポケモン耐久力上げてくれるんだよね。うん。とは言ってもな、別にいいか。あ、ここ、入れないんだ。なんだ。特になんもないか。とりあえず回復しよう。よしよしよし。だって、ライチさんは、岩タイプの使い手だから、この辺に頑張ってもらおうか。さて。お、ダイモンズ。ん？ポケモンは手紙を持っているようだ。はいはい。ナベ、ライチです。この子はダイノーズ。いつも留守番してもらってるの。待ち合わせはメモリアルヒルの奥。命の遺跡に来てね。よろしく。オッケー。
ものだ。ん？ん？薬？おお、満タンの薬、ありがとう、いい子だな、こいつ。なんていいやつだ。マリオみたいな顔して。ジュエリーショップ。おー、進化の石が売られてる。けど今特別に進化するタイプポケモンいないしな。え、これは？あーと、化石か。頭蓋の化石。頭蓋ドスか。と、蓋の化石っていうと、プロトーガかな？なるほど。まあ、いっかな、今は。どうせならプテラが欲しい。あ、上に行かせてくれませんか？あげてて。上見たいです。なんもない？おー、これはジガルテコア。オッケーオッケー。でもね。うん。これ進めていけばやっぱあれなのかな。ジガルでもらえるのかな。いいな。よし、そしたらどうしようかな。じゃあいいかな。とりあえずメモリアルヒルだっけに行ってみようか。ここだね。昔のアローラで偉かった人たちが眠るお墓、カプに見守ってほしかったのね。私もその時は言わんこと同じお墓がいいな。お墓荒らしだよこれ。俺にし、お、それなか。イノイスの遺跡をちょっくら見物してみようかと。まあその前にお一つ。いいでしょう。ジェントルマン。ブラッキー。アークタイプか。しかもブラッキーは耐久力がかなり高いポケモンだ。騙し討ち。お、強い。あ、勝って。こりゃダメだ。任せた。いくぞ。必殺。全力無双激烈拳。くらえー。よし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 、耐え切れ前。お、ケケチすげえな、さすが。やばい、立つで進化しそうだ。ドラゴンクロー、いいね。やった。結構なお手前で。張り切り回復しないと。
もうちょっと狂った狂っただけでもう絶対絶命だもんな。おっと、お墓の人ってずっと眠っているんでしょ。まあ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 、子供の夢を壊さないでおこう。エンジのフィミオが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはプリン。プリン、フェアリータイプとノーマルタイプ。耐久力はそこまで高いわけじゃないでしょ。あ、でも耐えた。痛い。痛い。この辺にしとけ。いって、嘘。おお。やったな。連続切り。あ、そうか。フェアリータイプには効かないんだ。忘れてた。おでかぶしレベル30。嫌な音いりません。エディアン。ニャヒド。よし。炎の火場。よしよしよし。やっぱ頼もしいね、ニャヒートは。ああ、なんだか眠いや。大丈夫か？持ってかれてない、大丈夫？9名の札。間違った。こういうところにね、じゃね、何かしらね、押して通れない。あった、ビビり玉。お墓の前調べればいいんだ、とりあえず。ほら、シルバースプレー。さあ、なんか新しいポケモン出ないかな。最近あんまポケモン捕まえてないな。おー、行ってるそばからボクレー。ゴースト草かな。お見通し。草セットお見通しだ。ってことは、峰打ちで弱らせることができないから、まあ、いいや、連続切り一発では倒れないでしょう。効かねえし。やべ。じゃあ、タツベにしようかな。今、でも、結構強力な技いっぱい覚えてんだよな。待てよ。まず回復しよう。目覚めるパワー。あんまり効かないな。ああ、どうせだったら続けて連続切り打てばよかったか。こんなもんでいいだろう。モンスターボール。惜しい。回復されてしまう。連続切り。うわー、倒れたか。それじゃあ
立つべ。ゲッ。あら。そう、根を張るとどんどん回復していくからな、めんどくせえな。マジかー。よろしくない。いけ。あら、増えたー。そう、噛み砕く。邪魔だ。どんどん回復してる。まずい。来るな。なんかなかったかな。しょうがない、スーパーボール。よし、捕まえた。やっと捕まえた。遅れ。これはあれだね、XY くらいからいなかったっけか。遅れ。強さは？なるほどね。まあ、いっか。よし。はい。じゃあ今回はここまでにして、次回この先に行っておそらく、大試練になるのかな？まあ、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではポケットモンスター30キロプレイパート23、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。